こんにちは、よそやマスターです。今週はですね、第26回チューリップ賞について解説をしたいと思います。チューリップ賞ですが、頭数がですね、13頭と、まああんまり揃わなかったことと、どちらかとちょっとザノンファンタジーとですね、シェーングラント2頭で、一本かぶりになりそうな、レースかなというふうに思っております。それでは過去のレースを順番に振り返っていきますが、一つ目がですね、アルテミスステークスですね。で、このメンバーからはですね、勝ったシェーングラントが出走していくと。まあ下にもですね、6着のサムシングジャストあたりもいるんですが、まああのシェーングラントを中心に見ていこう、いけばいいのかなと思います。で、どちらかというとですね、あの内目が伸びる馬場をですね、中段よりやコースも後方の、少し内目から外に持ち出すような感じで足を溜めて直線大外から差し切るといった非常に強い内容でした。なのでこの内容を見るとですね、このアルテミスステークス組からはですね、シェーングラントを上位に取ればいいのかなというふうに思います。次ですね、阪神ジュメナイルフィリーズですね。で、このメンバーからは勝ったダノンファンタジー、あとですね、4着のシェーングラントあたりが出走してくると。で、ダノンファンタジーがですね、まあこれいつもより後方ですね、まあ、後方の外目で構えて直線外から差し切るといった内容です。で、実はですね、あの2着のクロノジェネシスに外から一旦かわされそうになったんですが、もう一回差し返して半馬身先着といったことで非常に勝負強さも見せたので強い内容だったのかなと思います。で、レイコンマ3差でシェーングランツがいるんですが、まあ、後方の内目で足を溜めていたのはいいんですが、直線前をさばくのにちょっと苦労しての4着なので、スムーズな競馬ができればですね、もうちょっと差を詰めてもおかしくないのかなという感じがしています。で、あとですね、6着の名勝勝負が出走してきてるんですが、まあ、2番手から流れ込んでの6着といったところですね。で、これをどう見るかなんですが、見ていただくと分かるんですが、1着から4着までがですね、もう15番とか16番とかもう後方にいた馬が上位を独占している中、先行して粘り込んだことは高い評価に値するのかなと。で、かつですね、今回、この時よりはですね、先行馬が少なくて、楽な展開になるという点も、名勝勝負には味方するのかなというふうに思っております。次、新山記念ですね。で、このメンバーからはですね、9着に敗れたドナウデルタが出走していくと。で、ドナウデルタはですね、もう後位の馬込みの中にいたんですが、まあ、直線前が壁にならずに競馬にならなかったと、壁になって競馬にならなかったと見れば度外視可能なんですが、ただここ前相手からもですね、いい足を使えなかったので、そういう意味ではちょっと力が足らなかったという見方もできるので、この馬はちょっと抑え程度の評価を与えれば十分なのかなという感じがしています。最後、エルフィンステークスですね。で、このメンバーからはですね、2着の、ブランノワール、あと3着のノーブルスコアが出走してくると。で、ブランノワールとノーブルスコアは、まあ、どちらかというとですね、後位ですね。まあ、2番手からの馬が、2着のブランノワールと。で、3着のノーブルスコアは、その後ろの後位の院で3着と。で、後方にいたですね、この1番のアクアミラビスにですね、楽に刺されてしまったことを考えると、スローで、もうちょっと頑張ってもいいかなという意味では、やはりですね、阪神ジュメナイルフィリーズ組が上という評価でいいのかなというふうに思っております。で、展開をお見せしながら解説をすると、先ほどお話したようにですね、名勝勝負がどうも短期で逃げを打てそうという意味では、展開面ではこれがかなり有利に働くのかなというふうに思っております。で、あとですね、そこに、実力のあるダノンファンタジー、シェーングランツあたりが追い込んでくるといった展開になるかなと思っています。ちょっと内から見ていきますが、ダノンファンタジー、まあ、1枠1番なんですが、まあ、前回かなり後方から行ったんですが、まあ、川田ジョッキーが乗るともうちょっと前に行くかなという感じもしています。なので、前がつまらなきゃですね、かなり高走する可能性は高いのかなと思っています。2番はちょっと厳しいと。で、このエルフィンステークス組をどう評価するかなんですが、まあ、あの後位から競馬をしてですね、こういう絶好位に入れば展開的には、若干注意が必要かなと思います。で、4番は厳しいと。で、名勝勝負、短期逃げ濃厚なので、そういう意味ではですね、阪神ジュベナイルの上位2頭、人気馬2頭ですね、ダノンファンタジー、シェーングランツにですね、一泡吹かせても展開面ではおかしくないという評価でいいかなと思います。で、シェーングランツ、アルテミスステークスかなり強かったので、展開次第ではこのダノンファンタジーとかなり際どい競馬をしてもおかしくないかなと思っています。で、7番ノーブルスコア、まあ、前回をどう見るかなんですが、まあ、前回の3着ちょっともうちょっと足してほしかったなという内容なので、まあ、ブランドワールド互角なので、まあ、阪神ジュメナイルフィリーズ組にちょっと、能力、この阪神ジュメナイルフィリーズ組が能力を出し切れなかった時に、抑え程度の
評価かなというふうに思っています。で8番厳しい、9番も前回スローで逃げ止まってるの厳しいでしょう。で10も11もまあ厳しいですね。アルテミスステークス組を考えるとシェーングランツが上という評価でいいかなと思います。でドナウデルタもですね、まあ、前回不利があったので、多少注意は必要ですが、まあ、この枠順で追い込みなのでちょっとどうかなという感じですね。で13番は厳しいといった評価です。で一応13とこのように分析しております。で、馬券的にはですね、当然ダノンファンタジー1、4の、6ですね、1番、6番の2頭がかなり強いので、まあ、馬券的にはあまり買うレースじゃないと。でそこにですね、展開面で名勝勝負がどこまで残るかと、この3頭の三つどもえに、エルフィンステークスの2、3着馬ですね、3、7あたりがということなので、まあ、馬券的にもですね、これあんまり面白くないので、チューリップ賞に関してはですね、そんなに買わずに桜花賞を占うという意味でレースを見ていただければいいのかなというふうに思っております。チューリップ賞の解説は以上です。